一度できちゃった距離感を埋めるにはどうしたらいいんだろう。アタックでアタック。こんなところで何やってるんだ。サッカー部のエースで成績も上位と来てるからな。うん、どっちかっつうとかっこよくて篠神さんが邪魔しに来たからなんだけどね。話聞いてた？話聞いてました？男子は頼りだし、自然と取り巻きが大勢取り囲むわけだ。そうなんだよね、そういう人いるんだよね。寂しいのか？お前階段でする話じゃねえぞこれ。どうもこんにちは、コメントショーでございます。トゥルーフォーチュンのパート4やっていきます。生放送しながら公開収録をしております。続きからいきましょう。3日目に途中するところから物語が始まります。よし、なんだなんか始まった。なんか宇宙空間に、なんかこのゲームって占い要素があるんだよね。ここに行くとその占った内容のことが起こるっていうコンセプトのゲームみたいで、なんか、俺の顔の後ろに隠れてんな。なんだこれは。多分ね、あれタロットカードでしょ？で、下が水晶なんだよ。占うと、投稿すると多分何も起こんないで終わっちゃうから。で、こういう風にタロットカードがいっぱい出てくると。で、なんすか？アニパワーって。アニパワー怪しいよ。絶対やばいやつやん、あれ。で、まあ、ちょっと、アニパワー使っていいすか？アニパワー。アニパワーないんやねん。そしてなんかこの宇宙マークもあるじゃん、このブラックホールマークみたいな。これもちょっと気になるよね。いきます、アニパワー。なんか始まったよ。なんか始まった。なんかチラッと気持ち悪い言葉が。ふっ、愛しき10秒間。アニパワー、時を止まれ。どう、時を止まれ。10秒間。なんか始まった。何かが起こっている。何かが。インチキ。インチキが。アニーやってみようか。だけど、アニーとは誰を遭遇させるって話なんだよね。一応知り合いなのはこの一番下の子だけなんだけど、だから幼馴染だからこいつと関係あるでしょ。でこいつも好きなのよ。あの青春できそうで、もうキュンキュン来ちゃったからこの前のパートで。こいつで、やっぱりこの水晶が減ってるから、だからちょっとずつ絞っていかないといけないと思うんだけど、まあ野間くんに合いそうなやつが来るまでちょっと引きたい。これ不良男子の不安や影に触れる。これはこういうのに使ってあげたくなるんだけど、まだ乙女になりきれてないな。バカ野郎、ちょっと俺男だったわ。今占い終わったら女の子になるから。まあそれぞれ野間くん行きますか。一旦これで行きましょう。投稿。ここから女の子だよ、女の子。私の名前はコメットショー。なんか関係なくない星宮くん。今日入れてないんだけど、予定に。占い予定に入ってないんだけど。あ、おはよう星宮くん。おはよう。うん、まあ、ちょろくない。今ハート1個増えたよ、今んで。今のでいいの？はぁ、ようちゃんとなかなか昔みたいに戻れないな。ようちゃんとは微妙な関係になっちゃった。でもお互いが惹かれ合ってる幼馴染なんだよね。素直になれない関係。一度できちゃった距離感を埋めるにはどうしたらいいんだろう。アタックでアタック。こんなところで スケベ何やってるんだ。来た。来ちゃうんだから。なんかさ、あっちからさ、結構話しかけてくれるのがいいよね。だけど、その距離感で、ドギマギしちゃうっていう、もう最高なんだ。こいつの関係は。噴水のそばなんて、寒くないか？体気遣ってくれてるよ。外の風に当たりたかったから。もうないんやね。そっか。じゃ、俺も当たろっかな。いいね。青春じゃん。水のそばは寒いけど、空気が澄んでて気持ちいいよな。こいつにはね、なんか突っ込めない俺。キュンキュン来てるから。顔が映っただけでキュンキュン来てるから、俺突っ込めない。そうだね。
あ、日向井くん、ここにいたの？これ沢城みゆきっていう声優さんですね。クラスのことで大事な相談があるの。少し時間いい？あ、ごめん、今ちょっとダメなんだ。このさ、主人公がいるときはダメっていう男めっちゃいいんだけど、ギスギスするからあんまそういうこと言わないでほしい。日向井、そうなの？特に何かをしてるって感じには見えないけど。そうそうそう、ダメなのってのがいいんだよね。しかもこの篠神さんも何かしてるように見えないけどって言いながら分かってんのよ、あの二人の関係ちょっと壊しにかかった方がいいなみたいな。いやクラスの相談を後回しにするなんてらしくないよ。あ、私用事思い出しちゃったから行くね。え、ああ、何やってんだコメショえ、今ハート上がんなかったよ。あ、これやばいんじゃない？どうしたんだ？ お兄ちゃん、ため息なんかついて。お兄たん、あ、お兄たん、何か悩み事か？俺でよければ相談に乗るぞ。お兄たん、ありがとう、ありがとう、お兄ちゃん。実は、うんうん、ふむふむのパターンね。あいつはサッカー部のエースで成績も上位と来てるからな。うん、どっちかっつうとかっこよくて篠神さんが邪魔しに来たからなんだけどね。話聞いてた？話聞いてました？男子は頼りにし、女子は憧れる。自然と取り巻きが大勢取り囲むわけだ。そうなんだよね、そういう人いるんだよね。寂しいのか？お前階段でする話じゃねえぞこれ。自分がこの陽介じゃなくなった気がして。それはあるかもしんないね。そういうわけじゃ聞こえたらどうすんのよ。そういうわけじゃなんだい。当たらずとも遠からず。遠いどころじゃねえよ、ドストライクだろよ。陽介は誰にでも優しいけど、お前にだけは特別だよ。お前と陽介は兄弟みたいに育ったんだから、いくらすれ違ってもまた元に戻れるよ。ありがとう。めっちゃ達観してるやん、この兄貴。この兄貴めっちゃいいんだよな、肌ツヤツヤだし。お前どんだけ肌ツヤツヤなんだよ。もうニキビの一つぐらいできろよお前は。そうかな、そうかな。キモ。ああ、お兄ちゃんが保証する。陽介は俺にしてみれば弟みたいなもんなんだぞ。そうだよね、私たち3人は兄弟の。マジで日向井くん終わった瞬間ツッコミまくりで笑った。いやー、めっちゃいいわ。日向井くんの前ではちょっと自分になれないからさ。私たち3人は兄弟みたいなもんだもんね。少し元気出たか？ありがとう。かぶった。うん、ありがとうお兄たん。頑張れよ。いいね、今の頑張れよ。これ学びたいよね、男としては。男でこれやってるからには、声優のこういう優しい言葉とかを学びたい。頑張れよ。頑張れよ。頑張れよ。三輪明宏です。あれ？上がったんじゃない今。プリッつった。プリって言ったね、今ね。不良。不良誰に使ったんだっけ？あ、野間くんだ。ジャージ姿かわいい。あ、野間くん、これから体育？当たりだけど外れ。なんでやねん。どっちやねん。え？あ、剣道？女子は剣道がなくていいな。僕も家庭科をやりたいよ。家庭科？料理できないけど。どっち？なんでやりてんだよ。これさ、コメちゃんさ、こういう笑い方するとさ、男にモテないよ。もうちょっと、アニマル浜口みたいな笑い声しないと。あははは。人と争うのが苦手だからね。ましてしないで切り合うなんて。痛い思いをさせたくないし、したくもないよ。はあ、憂鬱。まあわかるけどね。で、そんなに落ち込むことないんじゃない？じゃあね。優しい。頑張ってね。指相撲とか弱そう。弱そう。めっちゃ細そう指。ずっとこうやってそう。あ、
こんなことで終わりそう。で、俺がこんなことしていくみたいな。わき汚ね。あ、このコンビいいんだよな。薄い本出そうだよな。あ、翔子。君。やっぱかっこいいよな。あ、お兄ちゃん。木戸先輩。二人でどこへ？え、どこへ？ちょっと図書室へな。図書室に？勉強会だよ。勉強会ですか？本当に？え？全く調子のいい。流していいのかな、勉強会とは名ばかりで、今日出た課題を手よく私にやらせる気だろ。じゃあな。終わりじゃねえだろうな。うん、またね、お兄ちゃん、木戸先輩。これで終わったら俺怒るからね。何のストーリーやねんって。やったー、星つ。お兄ちゃんあ、大成くんと絡んでいくと、お兄ちゃんが絡んでくるから、3年生だから、同級生で。アニパワーを補充するだけのコマだったから。翔子はただ、アニパワーが欲しかっただけっていうパターンだから。さて、そろそろ帰ろっと。どこかにいい男いねえかな。あの女の子の足ですね。あ、占い心のプリズム。野間くん、好きです、付き合ってください。何入れてんだろバッグに。うん、帰るとこそうだけど。そっか、じゃあ一緒に帰らない？君とゆっくり話したいんだ。最高、話したい。いや迷うんだけど、今日忙しいんだけど、でもいいけどって感じだろうな。いいけど。本当？嬉しいよ。笑顔最高。じゃあ行こうか。終わりじゃねえだろうな。何入れてんの？来たー。言われてみてみたら秋葉のオタクにしか見えなくなってしまったやん。かっこいいな、なんか。お前前見て歩けよ。ぶつかったらめちゃくちゃダサいからな。お前めっちゃ美形だなこいつ。受けるぐらい美形じゃないこれ。